縄文人の生活と1縄文時代は気候の温暖化に伴って植物性食料の重要性が高まり前期以降には栗くるみトチどんぐりなどの木の実や山の芋などを採取するばかりでなく栗林の管理増殖豆類エゴマヒエ類などの栽培も行われた可能性がある。 土掘り用の石具や木の実をすりつぶす石皿すり石なども数多く出土している狩猟には先端に石族をつけた弓矢や落とし穴などが使用され日本しかイノシシを捕獲し動物の革なめしに石さじなどの石器を使用した狩猟には犬が使われ犬がパートナーであったことは犬の埋葬例が 数多く発見されているることかからはかかるまた気候が温暖化して海面が上昇した結果日本列島は入り江の多い島国になり漁道の発達を促したこのことは今も各地に多く残る縄文時代の貝塚からわかる日本の近代科学としての考古学はアメリカ人のモースが 東京にある大森貝塚を発掘調査したことに始まる釣り針森ヤスなどの骨格器とともに積水土水が見られ網を使用した漁法も盛んに行われていたまた丸木舟が各地で発見されており伊豆大島や八丈島にまで縄文時代の遺跡が見られ縄文人が外洋航海術を持っていたと考えられる